ザスケイクマガでございます。ケイクマガはイズラディオ。この放送は憎しみレコーズからお送りしております。今日は2021年5月24日月曜日に撮っております。ちょっと今日中にアップできるかどうか、何度か。いや、このところなんだかんだ、ね、更新が毎週土曜日になっておりませんで、どうもすいません。自分でやるって言ったのにね。ありがとうございます。ケイ熊川でございます。皆さん生きてますか？ケイ熊川ですよ。あなたのケイ熊川でございます。おはようございます。まずその、先週末、5月の22日に、ライブがあって、やってきました。これはね、前回の放送で述べた、ね、ちょっと中止になったライブがあったんで、急遽この日にね、同じ対バン、ルービーハートドリーミングとケイクマガワイズゼッドで対バンツーマンということで、22日にはね、2日1ムーブメントの方でラウドラウドレインボーステージ14に出演してまいりました。関係各位、本当にありがとうございました。尽力いただきまして、おかげさまで、ビシッと、ライブを行うことができてとても良かったです。でね、そうですね、それでね、そっか、先週からのっていうことになるとね、これでまたその今週末にやる予定であったまずアナウンスからですけどね、5月の29日土曜日、それから30日日曜日の2日間、ちょっとね、広島の方に遠征してライブをやるっていうことで告知をさせていただいておったんですが、何しろこのご時世、そのいわゆる緊急事態宣言の発出というものがね、広島の方にもね、前回の放送の後ね、ニュースがあって、ということでイベントの方両日ともに延期ということに、なりましたね。でなので29、30は予定していたライブがなくなったんですよ。でなくなって、でまたね、先週に引き続き、主催の高橋プランクトンの方から、お誘いいただきまして、その29日、今週末5月29日の土曜日は、オリオのね、北九州市オリオのブラックホールでずっとね、行われている、いわゆる無観客配信ライブというものですね。これはね、そのオリオのブラックホールの公式 YouTube チャンネルというものが、ございまして、これリンクを、概要欄の方に貼っておきます。そちらで毎週かな、土曜日に無観客ライブをやっているんですね。でブラックホール、まあともかくその俺自身はね、いわゆるそのこのコロナ禍の中でね、無観客配信ライブというものを今まで一度もやっておりません。でそこにはもちろん個人的にね、考える部分あるんですよ。なんでしょう、客がいなきゃ嫌だってダダをこねているわけじゃないんですよ。そもそも演奏というものはどういう仕組みになっているかっていうところに対して個人的な思いがあるっていう話なんですけど、ただはたまた
何でしょう、そこに関してはね、だから俺は無観客では絶対にやんないとも思ってなくて、それはね、今はもうね、消しちゃってるんですけど、そもそもこのコロナ禍が始まってすぐの2020年の、最初、年明けすぐ頃ですね、そこから春先に向けて緊急事態宣言やらみたいな話がいろいろ出てき始める、初めての、この人類がね、科学と、進歩的な考え方の、ねえ、局長を持ってね、迎えたこの、感染症に対してどのようにこの進歩した、時代の先端にいる我々人類はどのように立ち向かうのかというような頃ですね、今こんなことになっているとは誰が予想できたでしょうか、笑い事じゃないんですよ、人が死んでるんですから。いやすいません、ね、まさかこんなね、だから思いますよね、個人的に。ほらさ、漫画とかさ、なんだろう、 SF 映画とかさ見てるとさ、よくね、そのほら、例えば宇宙人がすげえ侵略してきてさ、人類は総攻撃を受けて壊滅的な打撃を受けて、で滅びの淵にね瀕すると、ね、その時になって初めてこう人類は各国ね、これも今までのね、ね、国益だとか国境だとか、そのね、今後の世界の覇権だとかみたいなものをね、かなぐり捨てて人類が生き延びにはならんのだとこう反省してですよ、そして一つになって力をね合わせてっていうドラマを今まで俺はガキの頃からずっと見てきたんですけど、あれはフィクションなんだなっていうことが初めて今回分かりましたよね。人間はそんな風にできないんですね、こんな目にあっても。戦争すらやめられないと、なんとも言えない顔になりますよ、それは。という感じですね。何の話だっけ。で、無観客ライブを、とりあえず今週末ね、ブラックホールでケイ熊川が初めての、配信、生配信による無観客ライブに出演いたします。でね、そこに関しては考えていたこと、考えていること、今までの間にもたくさんあったんでね、で俺がその配信のみのライブというものをやるということは、ね、ちゃんと配信ライブっていうのはこういうふうにやるんだよバカ野郎っていうふうにちゃんとやりますんで、多分面白いんで見てみてください。今週の土曜日、おそらくね、ちょっとね詳しいアナウンスがまだ来てないんですけど、29日、土曜日の、おそらく16時あたりから、この YouTube の、ブラックホール公式チャンネルですかね、そちらの方で生配信が行われますんで、ブラックホールの方ねチャンネル、これから先もねいろいろ俺も絡んでやらせてもらうことができてくるので、そうなんですのでね、ちょっとチャンネル登録をしていただいてね、ブラックホール公式チャンネルのですよ、楽しんでいただけたらと思います。っていう感じですよね。それから、そうだね、ライブやって、そうそう、割となんだかその前回先日の、土曜日にやったラウドラウドレインボー14でのライブが好評だったんですよ。で一生懸命もちろんやったんですけど、まあかといってそのね、ね、よかったよって言われると、いやなんだろうね、謙遜じゃないんですよ本当に。俺謙遜はあんまりしないタイプなので、
ただま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 だ多分目標がすごく遠くに今あるので、うん、まだまだこれから。そう、ただ何か一つで階段を作れたとは思っているので、一つ一つまたこっから、確かなもの、いいもの、グッとくるものをきちんとできるように一つ一つ、切磋琢磨していきたいなと思いました。ライブが終わってから、うん、です。よろしくお願いします。真面目にやります。いや真面目にやりますというかね、最大限ふざけてる人間ではあるんですけど、やっていきたいと思っているんです。そうっすね。あ、それから前回の放送で、述べました、このラジオでね、皆様からのお便り、ケイ熊川へのご質問を募集しておりますね。採用された方には、この番組特製の、オリジナルの、缶バッジをお送りいたします。晩酌のついでにですね、酔っ払った時に犬にでも噛まれたと思って、ちょっと質問の方をね、サイトの方からメッセージのフォームもご用意しておりますので、よろしくお願いします。そうですね、ちょっと一つね、質問いただいたんでね、早速、ありがたく答えさせていただきたいと、思いますね。うん、これはね、お便りをいただきました。はい、ルースシティロッカーズさんからいただきました。毎週楽しく聞いていますと、ありがとうございます。質問です。好きなビールとタバコの銘柄は？あれですね、なんかこう、うん、そうですね、好きなビールは一番搾りですね、キリン一番搾りを好んで、飲んでおります、普段家では。うん、ね、それからね、だからね、そうだね、飲むのはキリン一番搾りでしょ。うん、それから札幌、札幌の黒ラベルも飲みますね。うん、で例えばほら清川のジジとか行くと、あそこはね赤星があるんですよ、札幌の。うん、赤星も美味しいですからね。うん、ラガービール、ほらキリンのラガーも好きだったんですけど、キリンのラガーは製造方法が何年か前に変わりましたよね。うん、それでね、一番搾りか札幌の黒ラベルか赤星。うん、あとねハイネケン好きですね。ハイネケン美味しいですよね。うん、そのぐらいですよ。うん、基本その外国産のビールだとか、こう黒ビールだとかいうものに全くこうないんですよね、こだわりが。うん、もう基本アル中ですからね。うん、だから何でもいいわけじゃないんです、何でもいいわけじゃないんだけど、好んで飲むのは一番好きなのは一番搾り、うん、で札幌の黒ラベル、ハイネケン。うん、コロナはちょっと薄いんですよね、夏はいいかもね。そうで、ほら基本的にこう東南アジアの方のビールなんかもね、そういうのが置いてあるお店では飲んだりはするんですけど、やっぱり気候に応じて変わるじゃないですか、ビールの美味しさって。うん、湿度とか温度、気温、うん、にやっぱりその土地で売れてるビールには
その土地に住んでる人が美味しくなるような調整があってしかるべきじゃないですか、うん、ね、この話いる？なのでやっぱね、沖縄行ってオリオンビールうまいっていうのはもちろん思い込みもありますけど、沖縄暑いとこだとね、薄い方が美味しいじゃないですか、うん、ね、で北欧の方行くと濃くなっていくじゃないですか、うん、まあ、そういうもんだと思っております。タバコはね、タバコは今吸っているのは、クールマイルドですね。クールの8ミリ、そう、クールの8ミリっていう風な形でね、コンビニなんかでお願いするとね、今やタバコ買う人なんて希少種ですからね。よくね、クールのブーストの8ミリが出てくるんですよ。酔っ払ってる時にはジャケットが似てるからそのまま買っちゃって、で違うんですよね、クールの普通の8ミリ、クールマイルドが好きですね。もともとそうですね、メンソールを吸いております。うん、そうね、金がない時にはそれがあのフォルテのメンソールになったり、キャメルのメンソールになったり、あのあたりはあれなんで安いかっていうと、あのほらシガーつってさ、安いタバコあるじゃないですか、あれ葉巻扱いなんだね、うん、だから外側がね、紙じゃない、あの茶色いものになってるじゃないですか、シガーって、うん、あれの包んでるものにも葉っぱの成分が使われているから葉巻っていう扱いになって、葉巻になるとタバコの税率が適用されないからその分安いって、だから葉っぱが産休品っていうわけじゃないらしいという豆知識、豆知識、そんな感じでございます。ちょっとね、いろいろ話したいことも、うん、ちょっといろいろあるんで、またね、週末までになんとか時間が作れたらと思っております。アーズスケイ熊川でございました。皆様なんとか生き延びましょう、ちょっとね、一緒に遊びましょう。よろしくお願いします。アーザス。そうですね、家にいるときは一番絞り、それからジムビームをね買ってきて、であのね、スーパーのサニーで安い炭酸水を買って、それでハイボールを作って飲むと、うん、それ以外はあのこだわり酒場レモンサワーですね。基本そのローテーションで酔っ払っていくだけの余生を送っております。うん、ねえ、なんだろうね、好きなものをずっと飲んでるだけね、食べ物も結構そうなんですよね。レパートリーの幅が狭いんですよね。食べ物屋さんとか知らないですよね。女の子とデートに行くっつったってランチのお店とか知らないですよね。ずっとその辺でしょうね。